でしょうか、感じが。だから何かあるか。はい。基本的にはあんまり社名対応じゃないからないです。それでは幹事社から、新政権が始まりまして、新聞各社のですね、支持率 50% から 60% 大変高い数字がありました。その受け止めと、あと、今日大納会ですけれども、株価1万4000円を超えるという回復しております。そのあたり、よろしくお願いします。まず最初に大納会、1989年12月の28日の大納会3万8915円だったのが一時期7000円台だまで落ちたのが、このところいろいろな事情から1万3000、4000円まで、まあ、1万円割れてたものが1万何百円まで上がってきたという1万何百円だっけな、いや1万4000円で1万400円まで上がってきたということは、一つ景気の気の部分として安倍内閣自民党政権にそれの経済対策等々に期待が持たれているからという部分が大きいんじゃないですかね。まだまだ政策は、予算は、法律は何一つ成立してない段階で良くなるだろうという気分の問題で、いわゆる町のレストランとかいうようなところを見ても17日以降客が増えてます。新聞記者が歩いて知ってるところなんだろうけど、あまりこの辺ばっかりうついてて分かんないもんね、それな、そういうのを調べてた方がいいよ。数字ばっかり追われて現場の感覚として、間違いで混んでますよ。去年とは比べ物にならないぐらい混んでる。予約が取れないっていうことになってるっていうのは実態ですから、だからそういった意味でよくなってるのかなと思う。もう一個なんだっけ、もう一個質問なんでしたっけ。支持率、こういうのは移ろいやすいもんですからね。まあ変わったときは大体上がることになってるんです。あんまりそんなに大した話じゃない。はい。ありがとうございます。白川日銀総裁、今日表敬訪問みたいな形でお見えになりましたんで、私の方から政府と日本銀行の連携の強化につきましては、今日総理から指示があって、以後私の方で白川総裁との間のいわゆるなんていうの連絡等々は政策調整やられ、いろいろな話をしなくちゃいかんと思いますので、そういったことを2人でやっていくことになるということを申し上げて、双方で了解をしております。以上です。今日だ